奇跡のコラボレーションから生まれた絵本、リクは弱くないがアニメーション映画化。ねえリク、覚えてる？初めてうちに来たあの日のこと。子犬のリクと5歳の僕が過ごしたかけがえのない日々を描く心温まる感動の実話。リクは弱くない。